門とともに出ていきましたゼッケン177番の猪爪選手です。この車両は去年おととしと遠藤選手がチャンピオンを取ってる車です。はい、猪爪選手、今年は非常にプレッシャーがあったと思いますよ。ただ猪爪選手も去年 C3 クラスでチャンピオンを取ってる選手ですから、やはり乗りこなしてますね。運転席が車のちょうどセンターの部分に。そうですね。この方がバランスがいいんですか。そうですね、左右やはり G が振られますんで、真ん中の方が安定はいいですね。はい。